以前紹介したタンポの作り方を少し変えて持ちやすくバージョンアップしてみました。布はこれはカーテン地ですが、デコボコがあるものがいいです。中に入れるものはセーターの切れ端などふわふわしたもの、ポリエステル綿でもいいですね。これを中に入れてテルテル坊主を作るような要領で握ります。ただこれはストッキングを輪切りにして作った輪ゴムです。これをこの3本の指に引っ掛けてできるだけ引っ張りながら根元をぐるぐるとこう巻いたら、持ち手を作るためによいしょ細長くこちらの方まで巻いておきます。持ち替えましょう。このいらない部分を先に少し切っておくと巻きやすくなります。同じように片方だけ持ってぐるぐると巻いていきます。これで出来上がりです。1本では不安な場合は2本巻いてください。プリンカップに絵の具を少量出します。そこに水を少し加えます。こんなスプレーボトルを使うと簡単です。子供でもできます。2、3回ですね。これをトントンくるくる、必ず試し紙に押してみてください。トントンくるくるが足りないとこんな風にベチャっとなってしまいます。しっかりと編み目が出るように押します。これで OK ですね。使い終わったらこのまま置いておきます。しばらく置いておくと乾いてしまいますので、今度使うときにはまず水から足してください。絵の具が足りなければ絵の具を、水が足りなければ水を足してください。硬くなってしまった場合は水洗いすれば元に戻ります。こうすれば何回も繰り返し使うことができます。型紙を使うとこんな波模様もできます。編み目模様が独特の風合いになります。乾きも早くとても扱いやすいです。いろいろな作品作りに応用してみてください。